皆さんこんにちは。市民活動センターの成川です。市民活動センターに今月新しくなったばかりの設備が2つあるんです。1つ目はじゃじゃーん、コピー機が新しくなりました。料金はモノクロ印刷1枚10円、カラーだと A4 が30円、 A3、 B4 は50円です。まあコピー機ですからね、使い方は基本的に前と同じ。いやいやいや、でも最新コピー機ですからなんかありますよね。ね、浜田さん。あります。あるんですか。じゃあ死活ナビを見ている方々にセンター長の浜田さんから直々におすすめポイントの説明をお願いします。わかりました。はい、それでは新しいコピー機のおすすめポイントですが、一つ目はこちらのパソコンからの操作でプリントアウトできる点です。パソコンで印刷をクリックしたらコピー機の電源を入れお金を投入します。画面でセキュリティ文章を選択し、パスワードと ID を入力して文章をタッチ、プリントボタンで印刷します。詳しい操作方法はこちらを見てください。おお、センターもどんどんハイテク化してますね。一つ目っていうことはまだ何かあるんですか。もう一つは領収書が出るようになったことです。なるほど、ここからボタン一つで領収書が発行されるわけですね。今まで窓口で対応していた印刷と領収書がコピー機でできるのは便利です。ぜひ活用してください。じゃあ浜田さん、もう一つの新しい設備も紹介してください。こちらの A4 用紙を三つ折りにしたいとき、一つ一つ手で折っていくのは大変です。そこでこの紙折り機、浜田さん使い方指南よろしくお願いします。わかりました。うち三つ折りの場合、こちらのメモリとこちらのメモリをうち三つ折りのマークの形にセットします。そしてリフレクターレバーの状態を確認、下がっている場合は上に上げます。その後ペーパーリリースレバーの状態をセット、そしてこのレバーでスタートです。綺麗に三つ折りになりました。大変な作業は機械にお任せして皆さんの活動をスムーズに進めてください。しかも紙折り機を使うとめっちゃお得なポイント見つけました。このサイズだと郵便代が安い。 A4 のままだと120円ですが、このサイズだったら82円になります。しかもですね、この紙折り機の使用料は無料。さあみんなもレッツエンジョイ市民活動、市民活動センターに登録して便利な設備を利用してくださいね。松阪市市民活動センター、今月のおすすめ講座をご案内します。声の聞き方まとめ方、理想的な会議ってどんな会議、市民活動、地域の会合、企業など会議の場面はいろいろあります。講座では場作り、導入、問いかけ方、意見が出やすい工夫など会議の基本をお手伝いします。場が活性化して会議がぐっと変わりますよ。日時は6月29日金曜日午前10時から正午まで。場所は松阪市市民活動センター大会議室です。参加費は市民活動センターの登録団体は無料、一般参加は2000円です。お問い合わせ、お申し込みはメール、お電話、ファックスでお願いします。それでは次回の死活ナビもお楽しみに。